これからですね、ここにある、ジュエルオーキッドですけども、これについての説明をしますね。ここにあるのはですね、アネクトキリスのサイアメンシスです。シアメンシスとかサイアメンシス。英語的な発音ですとサイアメンシス、サイアメンシスになるんだそうですね。で、これはですね、前々から、本物が欲しくてですね、なぜ本物が欲しいかっていうことなんですけども、アネクトキリクス結構数はいろんな種類があるんですけど、ほとんどのものは持っているんですね。で、今までですね、ヤフーオークション、あるいはネットの通販などで、サイアメンシスっていう名前でですね、出ていて、私はかなりそのアルボリネアタスを持っていたので、なんか違うんじゃないかななんては思っていたんですけど、とりあえずサイアメンシスって、シアメンシスっていうことで、書いてあったり、あるいはそれを片親に使ったハイブリッドっていうことで、すべて買ったんですね。で、今までにもずっと説明してきましたけど、私は交配する人間ですから、必ずその花を咲かせるんですけど、咲いた花全部、シアメンシス、あるいはシアメンシスの交配とは思えない、ヒゲがですね、9本から10本。全部偽物でした。今、日本の中にあるシアメンシス、あるいはその片親がシアメンシスってなってるものは、すべて偽物です。でですね、数年前から、いろんなジュエルオーキッドを、頼んであったりする中に、このサイアメンシスもですね、ランガラミの人に頼んでいたんですけど、やっと本物が手に入りました。ここにあるものがですね、そうなんですけども、こうやって見てると、今ちょっと大きさ、そんなにはわかんないと思うんですけど、今比較しますからね。ちょっとタバコで比較しますね。これ若葉ですけど、ご覧ください。この大きさですよ。この大きさなんですね。で、こんな感じですね。アネクトキリスでこの大きさですよ。で、しかもですね、これまだ中内なんですって。これよりでっかいっていうのはですね、この 1.5 倍ぐらいあったらしいんですけども、それはですね、花がもう終わり加減で、葉っぱもダメになりかけているんで、私には申し訳ないだろうっていうことで、その次の大きさっていうことで、この大きさのものを用意してくれたんですけど、この大きさですよ。これでまだ花が咲かないんですよ。花が咲かないっていうのはですね、これがもっと大きく成長しないと咲けないらしいんですね。ですから本当に 1.5 倍って言うとこのぐらいあるんですかね。私の手ぐらいなんですかね。で、それは10本ぐらいは花が終わりかけのものだったんだそうです。で、それがその次がこの大きさなんですって。それですから、今までバーマニカツがですね、最大だと私は思ってました。実際、4、5年前にですね、バーマニカツ100本でしたかね、取りましたけど、本当に茎の太さ、タバコの太さぐらいあったんですけど、ですから、それよりも大きいんですね。考えてみますと。だから、これが中内なんですって。で、中内って言ってもちょっとピンとこないでしょうけど、今ここにですね、アルボリネアタスのつぼみ付きありますから、これですよ、これ。アルボリネアタスの。花付きですよ。花付きってことは、親株ってことですから。この大きさですよ、この大きさ。全然大きさ違いますよね。それでですね、いろいろ、分かったことなんですけど、このサイアメンシスがですね、あるところっていうのは、実は華僑の人たちが漢方薬にですね、アネクトキリスは、するわけなんですけども、中国でものすごい高価な値段で売れるわけですね。
で、この地域の原住民の人はですね、これを乾燥させるんですって。乾燥させた状態で1キロで売るんですって。まあこういうものですね、干し上げて、まあ、仮に1グラムだったとしますよね。1グラムで1キロってことは1000本ですよ。1000本のこういったものを全部干しちゃうわけですね。干して乾燥した状態で売るんだそうです。つまり1キロ売るってことは1000本全部枯らすってことですね。2キロ売るってことは2000本です。もうそこはそういったその華僑の人たちとのルートができているそうなので、まあそれをちょっとばっかりの数を買うなんてことは、まず無理らしいんですね。まあそれなので今回ですね、多分そのソシアメンシスだろうということで、まあある程度の数をですね、ランの方が仕入れてくれまして、で花も同定、してくれてですね、それでまあ私が前々から頼んでたもんですからまとめて購入したわけなんですけど、あまりに大きいのでたまげました。あまりに大きいのでたまげてですね、いやでかいですね、まあそんな話をしたら、あれまだ中塚さん中内だよ、そんな風に、言われたんですね。まあそれなもんですから、こちらがですね、全部苔植えにしまして、まあ、巣くようにしてですね、こっちもちょっと、まあ、選別といいますかね、しておいて、まあこちら側はオークションにでも出そうかなって思っているんですけど、まあとにかくですね、私が頼んでおいたせいもあって、いい苗を、まあ、当然欲しいわけですからね、交配するために花咲かせたいわけですから、まあそういうことで、今回お願いして手に入ったわけですけども、もうなんていうんですかね、まあ自分的にはこんだけありますからね、これを交配してっていうことを考えますんで、でその方もですね、もうストックないっていうことなんで、まあ仮にこっちのケースですね、この分を日本にまあ出したとしても10鉢ぐらいですかね、10ポットぐらいですかね、もうそれで終わりですね。まあ私がこうやって手に入れましたけど、他の人ですと手に入らないから、多分これで最初で最後の日本でのサイアメンシスだと思いますね。まあもちろん私がこれで交配してですね、苗ができるってなれば、まあ、おそらく来年は咲くでしょうから、再来年ぐらいから、まあ、苗はできるんでしょうけど、まあ自分としてはこれ日本に流すつもりはなくてですね、海外の輸出用にしようと思ってて、もうかなり海外の人がですね、このシアメンシス見てですね、びっくりしてましたね。でまあ結構頻繁にですね、欲しいんだとか、まあ東京ドームに世界ラン展で来た時に欲しいとかね、そんなこと言われるんですけど、日本と違ってですね、外国の人の方がジェローキットの熱が高いって言いますかね、非常に熱心に管理してですね、上手に育ててますので、まあそういう人たちと楽しんでた方がですね、面白いんで、まあ自分的にはですね、これをどん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 、まあ後輩に使っていきたいわけなんですけども、まあいずれにしてもこんだけの大きさですからね、存在感があるっていうのはこんなもんじゃないですかね。この大きさですからね、これでまた中苗ですから、ですから本当にこれが親株になって、まあ、株立ちにでもしたらすごいんじゃないですかね。このなんていうんですかね、こうビロード感っていうんですかね、まあそういうのを見ますとですね、とっても貴重なものだと思うんですね。まあそれなので興味のある方がいましたらですね、ぜひ、手に入れてみてください。あ、その代わり安くありません。仕入れが高いって言いますか、まあ、本当にやっとの思いで手に入れましたし、まあそのことだったって、
華僑を相手にしてですね、仕入れたわけですから、まあそれなりの値段で仕入れて、さらに私も、お願いして、まあいいものから送ってもらったわけですから、まあそんなわけで、それが分かる人だけ買ってくれればいいですね。